羊羹のにっちゃり。羊羹を食べていたんです。上等な羊羹らしくて、霧の箱に入ってました。らしくてというのはもらい物だからです。普通の羊羹だったら気楽に下半分はひらがなで羊羹と書いて済ますところなのだが、何しろ上等品なのでひらがなじゃ失礼にあたる。ちゃんと漢字を使って敬意を表さなければいけない。何しろ上等な羊羹にはどことなく威厳がある、重みもある。羊羹とカステラとどっちが威厳がありますかと聞かれたら、なんて答えますか。やっぱり羊羹でしょう。第一、ほら、重みがまるで違うじゃないですか。そういうわけで、その威厳に満ちた羊羹をナイフで切らせていただいて、口に入れさせていただいて、噛ませていただいた。羊羹には一噛み、二噛み、三噛みあたりで、しかしまあこののひとときが訪れると言われている。三噛みした後、目の前の羊羹の噛み跡なんぞを見るともなく見ながら、しかしまあこの羊羹ってものはとか、しかしまあこの小豆ってものはなどとつぶやくひととき、だがその後の言葉が出てこない。羊羹というものに関する感想を改めて何か一言言おうとしているのだが、適切な言葉がなかなか浮かんでこない。羊羹の甘みがあまりに好ましく、小豆の練り具合や香りがあまりに結構なので、そのことについて一言感想を述べたいという衝動に駆られるんでしょうね。羊羹にはそういう力がある。だけど無理に何か言うこともないかという思いも一方にあるわけです。どうせ大したことを言うわけでもないしとも思い、何か言うのがだんだん面倒くさくなってくるということもあるんでしょうね。あとは無言で食べる。最初は割にサクサクとさっぱり食べられるななんて思っているうちに、五噛み六噛みあたりで口の中がぬかるんできて、粘りも出てきてにっちゃりしてくる。にっちゃりと粘って歯茎のところに張り付いたりする。にっちゃりにっちゃりと噛んで、改めてもう一度、しかしまあこのがあって、しかしやっぱり出てこず、無言でにっちゃりにっちゃり。このあたりが羊羹の至福、まさに佳境に入るというやつです。このあたりのにっちゃりは羊羹ならではのにっちゃりで、粘り気のある甘みが口の中の粘膜にこすりつき、粘膜の方も羊羹の粘り気にこすりついていって、相思相愛、口中の共演ここに極まる。当人の随気、これまた果てしなし。つまりです、僕がここで言いたいのはにっちゃりの喜びということなのです。にっちゃりはおいしい、にっちゃりは歓喜である。そのことが羊羹によって証明されたのです。と、ここまで納得していただけましたね。ところがここで困ったことが起きるのです。次のような事実を読んで、あなたは唖然となるのです。このうどんにっちゃりしている。何このスパゲッティ、伸びてにっちゃりしている。このご飯にっちゃり炊けている。さあどうなりました。にっちゃりはまずいのです。にっちゃりは怒りなのです。困ったことになった。この矛盾は説明可能か、可能なのか。まずいことに世間一般のにっちゃりに対する評判は芳しくない。広辞苑なんかはまるっきり無視して門前払いにしている。似たような表現ににちゃにちゃがあるが、こっちは物が粘ったり不快にまとわりついたりする様と丁寧に答えてエコひいきしている。こうなってくると、せっかく僕がここまで一生懸命書いてきた羊羹のにっちゃりのこの一文はどうなってしまうのか。羊羹のにちゃにちゃとしなければならないのか。そうではない。羊羹は絶対ににちゃにちゃではない。にっちゃりである。広辞苑にこうまで冷たくあしらわれて、
僕はにっちゃりが不憫でならない。にちゃにちゃが憎い。なんとかしてにっちゃりを救ってやりたい。救済して名誉を回復させてやりたい。うん、そうだ。ここで餅を味方につけよう。餅、どうです。これこそにっちゃりの極地ではないですか。にっちゃりの大親分ではないですか。羊羹のはるか上を行くあの粘り、あれをにっちゃりと言わずして、他ににっちゃりと言えるものがありましょうか。にっちゃりの親分と組めば、もう怖いものはないぞ。よし、親分の協力のもとに、これからにっちゃりの名誉回復運動を国民運動として展開していくぞ。応援よろしくお願いします。